格闘技に変えてます、そんなに気をつけてないメリットがそれぞれあって、うん、皆さんこんにちは、はい、本日はあーちゃんのマイデニムコレクションです。イエーイ。今まで何度かマイデニムコレクションやってきてるんですが、ショップスタッフの私物デニムを見たいというコメントも嬉しいことにいただきましたので、本日は横浜店店長のあーちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。過去最多の何本でした？48本。こんな増えてると思わなかったけど、うん、みんなやっぱ同じこと言うよ、ね、早速ベーシックデニムから見せてもらおうと思います。お願いします。お願いします。じゃあまずはスキニーのパトリシアは、はい、何本？3本。めっちゃ股上浅くない？まあ、なんかパッと見た感じこれめっちゃ浅い。めっちゃ浅い。これそれって未だに履いたりする？履いてない。途中なんかお母さんがたまに履いてるっぽい。あ、なるほど。で、もう一本はこれは割と最近のなんですが、猫の毛だらけ。ね、思った。なんか白いのついてる。恥ずかしい。ちょっと目立っちゃいますが、うちに猫がいるので、うん、これで比べるとやっぱ股髪が確かに、ね、全然違う。で、続いては続いてがルース。ルース。スリムテーパードのルース。ルースも3本。あ、3本。こっちがミッドライズ。うんうんうん、普通のルース。で、普通のルース。こちらがハイウエストルース。うん。ですね。割とあーちゃんはハイウエストの方が好きとかある？ハイウエストの方が好き。うんうんうん。骨格が自己診断で下半身ウェーブ。うんうんうん。ここの差がかなりあるので、だからハイウエストじゃないとちょっと余っちゃう感じが気になっちゃって、ハイウエスト系が増えてるかな、うんうんうん。結構そのブルー懐かしいなと思った。ね、懐かしいよね。うん、これあのカットオフに変えてます。おお、なるほどね。で、結構なんかこれ履いてる時にお客様が真似してくださったりとか。あ、そうなんや。はい、カットオフの方が可愛いって真似しますって言ってくださる方が多かった。うんうんうん、で、ちなみにもう一個裾で気になったのがその後ろ。あ、そっか。それも違うよね、もともと。これは普通のカットオフだったのを外してった。そうか、ステッチをこう、ほどいていくと、そういう感じになる。そういう感じになって、なんかちょっとスリットがいいなって思って、撮ったんですが、うんうんうん、撮ってから一回も履いてない。なんでやってみたかっただけみたいな。やりたかった。ということで、履いてもらいました、せっかくなんで。はい、久々すぎて、うん、恥ずかしい。恥ずかしい。でも裾可愛いね。可愛いよね、うん、ここがやっぱ濃くなってるから。うんうんうん。で、あとやっぱ股髪がちょっと低めだから、うん、ちょっとね、ちょっと出したい。確かにそっちの方がね、バランスはいいかも、ね、バランスは。次は次がジョイス。ジョイス懐かしくない？懐かしい。何年前？おたけ&レーナが店頭にいた頃にちょうど初めて発売になったっていう記憶がある。2017年の冬ですね。あ、入社してすぐやね。すぐぐらいだ ね。ちょうどアネットとか、あのストレートとルースの間ぐらいの、ね、そうだね。今も割と店頭で綺麗めなコーデすること多いけど、うんうんうん、多分その時の方がもっと綺麗め。あー、担当みたいな。うんうんうん。フランウォッシュでヒールでみたいな感じ。でも結構履いたよね、多分その色の落ち方的に。ね、結構履いてるなっていう感じが。でもなんか並べて思ったけど、ワンウォッシュがワンウォッシュじゃなくなってるなって思った。あとこの時まだちゃんとした洗い方してなかった。あ、確かに推奨してる洗い方をあんまりしてなかった時期、うんうんうん、より落ちてるの、より落ちてるかも。で、次は次がアネットですね。もう3本。アネットも3本。基本なんか3本ベースで。しかもルースの時と一緒で、こっちミッドライズ。確かにミッドライズ1本のハイウエストが2本。うんうんうん。それ何やっけ？なんかこれアネットが多分最初に出たぐらいの。うんうんうん。あれか、すごいルースと一緒にヴィンテージ系の加工で出したみたいな時のとハイウエストで、もうこれがすごいお気に入り。サノカラー。あ、確かにサノカラー。サノカラーよね、これ。サノカラー。私めちゃくちゃ多かった。意外とじゃ好み似てるのかな。なんか無意識に真似してるのかもしれない。うんうん、大尊敬の。大尊敬。じゃあ
町村県大いやちょっとそこにハテナをつけるとちょっとちゃうみたいな感じになるやん。違う違う、すごい尊敬してる大先輩なので、その佐野カラー、はい、の佐野カラーは多いですね。あとなんか今のところカットオフ好きよね。ね、確かに店頭でもよくお客様にもお伝えするんだけど、うん、カットオフと三つ巻き、うんうん、三つ巻きの、ね、そう普通の縫われ方の違い、メリットがそれぞれあって、うん、カットオフの方が裾が柔らかくなるから、うん、落ちた時に硬さが出にくくて、なるほど、で三つ巻きになってるとちょっと張りが出るから、うん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 、裾が立体的になる感じ、よりこうシルエットがしっかりと強調される、しっかり強調される感じ。デニムの硬すぎる見た目が苦手な方はカットオフにした方がいい気がする。なるほどなんか形によってとか色によって、うんうん、あと生地感によって私はカットオフにするのと三つ巻きにするのどっちか決めてます。なるほど。次がルイーズ。あ、ルイーズ、ね、ルイーズはちょっとまだ1本です、うんうんうん、ちなみに今後足す予定はあります。ありますか。はい、あと2本かな、あと2本中間よりちょっと明るいぐらいのトリックのルイーズ狙ってます。あれ可愛いよね。あとはなんか待ってます。待ってますで、続いてはアンですね。アン、アンも1本。あ、サノカラーが出ました。サノカラーサノブルー、ウエストとヒップの差がある人にはおすすめですね、うんうん、アンなんかすごい似合ってるイメージある。ありがとうやっぱその色に惹かれて。そうだね。すごい意外なのがあーちゃんってすごい綺麗めなイメージで、ワンモッシュはすごいしっくりくるんやけど、うんうんうん、このサノブルーはどっちかっていうとちょっとカジュアル寄りかなと思ってて、ね、うんうん、確かにこれ多いんやってすごいびっくりしたの今回。確かに私店頭で綺麗めみたいに、あー普段はカジュアルが、カジュアルなので多分ちょうど間ぐらいのものが増えてく気がする。確かにこうやってみるとあんまりこう単色というよりかは濃い色も多いような気がするね。単色デニムコーデの YouTube 言われた時、うん、探すの大変で、続いてが、続いてがレアですね。レア、いやこれは多いんじゃない。レア6本、6本急に倍になったまたでも結構色の変わったワンウォッシュね。これ私変わってないと思ってた。いやでもこう見たらすごい、すごい変わってるね。分かる。私変えないように頑張って履いてるのがジョーのワンウォッシュで。全然違う。全然違う、ね。うん。だってヒゲとかもやっぱちょっと出てきてるもんね。ね。別になんかこう履き込みっていうのでは出してないけど、でもすごい履いてる感が、うん、ナチュラルな。うん。分かるかも。これはもうレアが出ますってなった時に最初に買った1本目、うん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 、もう4年ぐらいは履いてる、うん、履いてる。刺繍も入ってる。これはあ、ほんまや、かわいい。ハート入ってる。ハート入ってる。あの刺繍イベントの時に入れたやつかな、うん、デニムどれも一本一本、うん、本当にその時に話をした、お話をしたお客様との思い出が割と詰まってたりとかして、うん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 、これは刺繍イベントの時にお客様とお話しして、うんうん、なんかじゃあここにこういうの入れよっかみたいな感じで、うんうんうん、一緒に決めてここに入れた、うんうんうん、お揃いみたいな感じ で, で, でサノブルー、サノブルーでモノブラックと TVS、 制服の制服の、うん、でも私これ今年買いました。え、それなんかあえて買わなかった理由とかあるの？でやっぱ店頭で持ってるスタッフが多いから、うんうん、着れる回数減っちゃうから、うん、後回しになってた。丈が変わったから、うん、最近、うん、私丈変わっちゃうとちょっと長くて、前の丈がすごい確かにベストだったから、74と76は結構違うよね。結構違うからその前にって思って急いで買いました、うんうん、なるほど。で続いてはジョーン。お、ジョーンも多い。ほぼ買ってる。確かにジョンのワンウォッシュに関しては、うん、硬さと色の濃さをしっかり残したいから、うんうん、洗い方にすごい気をつけてて。ちなみに どのぐらいの感じで買っていってもそんなに気をつけてない他のものに比べれば、他のものに比べると一応デニム全部、うん、最近のはそのヤヌクとしておすすめしてる洗い方をやってるんですけど、うん、これはリブレさんの方で出てるデニムウォッシュが、うん、あの糊付けされてくものなんですけど、そっちを使って、じゃあより硬さが残るように、残るように、うんうんうん、逆に他のは硬くしたくないから、うん、ヤヌクのデニムウォッシュ。なるほど、すごい。それ色によっても履きたい硬さによって変えてるんやね。
ていう使い分けしてます。すごい。だからその綺麗な色味とちょっとこう張り感のある感じが残ってるって、ね、残ってるかな。結構履いてはいるから、やっぱこことかちょっとずつ、うんうん、店頭でやっぱレジのところとかで締めるのが、うんうん、ここだから。結構それ店頭あるあるじゃない、うん、あのワンウォッシュのジップのところから色抜けていくっていうちょっと恥ずかしい黒って最近出たやつ。そう、一番最近の一昨日、うん、ゲットした。じゃあまだ履いてない、もしかして。もう履いた。あ、もう履いた。買った日に履きました。うん、かわいいよね、ブラック。これね、かわいい。そう、だからまだ猫の毛ついてない。あ、確かに。で、続いてはローラ。ローラグレー買いますか、ちなみに。はい。あ、じゃあもう全色コンプリート予定。そうだね。うんうんうん、かわいい。もう最初見た時から買うって決め。もう買うって決め、出るって話が出た時から決めたんですか。まだ実物見てない段階で、うんうん、で、お直ししてる。あ、ちょっと何センチぐらい、ちなみに。1.5 とか。おお、攻めたね。ギリギリの。でもやっぱそれぐらいでもやっぱ見え方変わる。見え方変わるから、うんうん、ヒールでもぺったんこでもギリギリいける長さ、うん、やっぱ店頭はぺったんこが多かったりする。店頭はヒールが多いです。おー、なるほど。で、プライベートがぺったんこ。あ、そうなんや。でも私結構靴はそれで言うとなんか気を使ってて、うんうんうん、スニーカーとかでいる時もあるけど、基本はヒールとかローファーとかカツカツなるもの。試着とかしてても、うん、あ、店員さん近づいてきたなみたいなのが。あ、でも分かるかも。試着室の中にいたら足音があった方が、あ、今いるから声かけれるみたいに思ってもらいやすいかなと思って。なるほどね。で、続いては、お、懐かしい、バレルレックです。またちょっとバルーンつながりみたいなね。確かに。2020年。すごいな。もう正解。すごい。この時のニュアンスからはみんな一本は絶対持ってる。でも逆にやっぱ今履きたいと思う。うんうんうん、確かに。ちょっとこれ久しぶりに見たいから履いてもらおうかな。じゃあ履きます。はい、はい、ということでバレル履いてもらいました。え、でもやっぱ可愛い、うん、今のシルエットにはやっぱローラとはね、ちょっと違う感じがあるよね。可愛、ね、うん、い、 い。私はこれ裾を折りたい派の人です、うん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 、一回なんか折るとキュッてなるから。確かに。よりちょっと丸くなるっていう。うんうんうん、やっぱ色も可愛いよね。ね、可愛い。あとやっぱ生地これちょっともちっとしてて柔らかい。うんうんうん、うん、いや、なんか逆に芋っぽくてね、これから全然履けそう。履けそう。多分今年の秋冬にまた履くかな。履くかな。続いてはブーツカット。ブーツカット、あ、これも裾変わってる。そう、これカットオフ。うんうん、え、可愛い。これも裾ちょっと柔らかい方がなんとなくいいかなと思って、うん、カットオフにして、で、ワンウォッシュは柔らかくしたくなかったから、うん、ちゃんとフレアのラインが出るように三つ巻きで直しました。なるほどね。ちなみにそれも洗い方には気をつけてる。すごい色綺麗なままやなと思って。ヤヌクのデニムウォッシュで洗ってます。やっぱ全然違うよね。すごい綺麗に色が残るね、うん、やっぱその裏返してるかどうかで違う。うんうん、うん、大きいかも。昔はまだその裏返してなかった。舐めてた、ちょっと。じゃあその成長して。成長しましたね。ここまで綺麗に洗えるようになったよ。次ですね。次きたー、これね、はい、あーちゃんといえばワイドフレア。ワイドフレア、はい、今もワイドフレアです。ワイドフレア大好き。もう大好き。好きです、うん、これですね、サノブルーとアイスと、うん、あとはニュアンスカラーで2本、うんうんうん、と定番の今入ってる、今入ってるブルー、うん、これ週に何回ぐらいのワイドフレアは、ちなみに店頭で言ったら週に 1,2 回履いてる。でも店頭でってなるともう今これしか履いてないから。あ、そっか、そう、お店にねあるものも履いてるので。でもワイドフレアはプライベートでも結構履いてるから、うんうんうん、これとか結構履いてる。あ、このアイスが結構あれかも。ダメージ残しのお直しを初めて自分でやった、うんうん、なるほど。あーちゃんは自分でダメージ残しもできるんやね。そうそうそう、もともと私大学そっちの、あ、そっかそっか、服飾系の大学に行ってて、って言っても大学生の時はめちゃくちゃミシンが苦手だったんだけど。で、結構できるようになってダメージ残しもできるようになりました。すごい。ダメージ残してだって結構ね、時間もかかるし、うん、結構緻密な、なんかやることが多い、うんうんうん、だから
慣れれば時間もなんかすごいかかっちゃうとかってわけではないけど、うん、ちょっと気力がいるかな。でもやっぱダメージ残すのと残さないのではやっぱ見え方が全然違うよね、うん、違うから。私はあのワンウォッシュとか以外は全部ダメージ残して直してるかな、うんうんうん、本当に綺麗にしたいとかだったら、うん、残さない方がいいから、うんうんうん、それはそれでありかなって、うんうんうん、でこれでベーシックが以上と、うん、ベーシックだけで何本31本、うんうんうん、じゃあ半分以上が割とベーシック、うん、あーちゃん一番ブレスクを持ってる気がする、うん、今のところ3本おー、あしかもすごい綺麗な色の確かにバランスハイウエストルース、ルイーズ、レア、うんうん、やっぱブレスク選んじゃう理由とかは書きやすいまあそうよね。なんかそれこそまあしゃがむ量が多いから、うんうん、しゃがんだ時のストレスが本当にない、うん、あと私なんかその旅行とか行く時に選びやすい、うんうん、確かに飛行機とかもね、そうそうそう全然楽やね。楽だから旅行先はリラックスしないから、うんうん、リスク多いね。なるほど。で、ね、ここからが、まあ、コラボ、まず金子あやさんコラボが多いね。めっちゃ多い。 5本、うんうん、あやさんのブラックは間違いないかなっていうので、うん、右手に持ってるのがフレア、フレアスリムフレア、スリムフレア、これはロング丈です。これロングだね。なんだけどちょっと片方短い方にすればよかったなって。あ、そうなんや。ロングはロングで、うん、どっちの色もすごい可愛いから、うん、もう多分短いのってなったらもう一個買わなくといけなくなっちゃうから。そうねいいかって思ったいやこれ可愛いよな、うん、可愛い。2色買っちゃった、うん、なんかあやさんのはやっぱあったら間違いない、間違いないのと、あとあとすごい欲しくなっちゃう。あやさんが履いてるのとか見てうわ可愛いみたいになるから、うんうんうん、とりあえず買っとく、買っとく、迷ったら買う。次がかすみさんですね。うん、これは第2弾の方。第2弾、うん、第1弾のもすごい欲しかったんだけど、ね、竹が、あ、わかる。多分レイナもそうですよね。そう、それで私も買わなかった。買えなくて、うんうんうん、ちょっと裾に特徴があるデザインだったから、うん、お直しするのがなっていう、もったいない感、もったいない感があって、うんうん、ちょっと諦めてて、うん、第2弾はお直し普通にできるって買いました、うん、ローライズね、これなんか今っぽくていいよね、うん、いい。で、ベルトで締めてっていう感じで腰巻きで履いてます、うんうんうん、次が、コエルコラボ コリーンのダメージ、うんうん、これ改めて見るとすごい可愛いね。可愛い、うん、すごい好きで、うん、これも結構普段で履いてる時あるかも、うん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 、今結構コリーンが苦手、うん、発展意識があったんだけど、うんうん、このカットが入ってるだけで履けるってなって、あなるほど、そこからコリーンの苦手意識克服したで、続いてが若さん、うん、若さんコラボですね。4本、もうやっぱりみんな持ってるベスティーベスティー with 猫まあ、ベスティーみたいなとこあるよね、猫も。そうだね一緒にいないと猫だけベスティーと、うん、サニー、サニーね。これまだタグついてる。あ、ほんまや、まだタグついてる今回の再販で。そう、今回の再販で買ったんだけど、うん、まあ、まだ履く機会はない、まあ、今ね、撮影時6月ですから、ね、そうそうそう、ちょっとこれからね、はい、海とか行くとき履きたいなって思って、うんうん、で、テュリティ、うん、いや、これ可愛いよね、うん、まあ、普通夏とかね、ちょうど履きやすい、うん、履きやすい、後ろも可愛いし、うん、ベーシックのデニムにないシルエット、うん、ちょっと違うから、またそれもいいよね、うん、え、じゃあせっかくなんでちょっとピューティー履いてもらおうかな、うん、履いてみます、うん、ということでピューティー履いてもらいました。ピューティーです。なんかでもあれかも、単色ちょっと新鮮かも。確かにね、うん、なんか結構濃いめのイメージ、うん、アーチャーは。でもやっぱ爽やかで夏はなんか履きたくなるよね、うん、履きたくなる、うんうん、単色だったらこれ中白とかにしたいけど、うん、確かにそっちの方がなんかより爽やかになる、ね、うん、そうそう、長めになって、そう、長めで、うん、お直ししてるけど長めで、やっぱダメージ残し、はいこれは絶対です、はい、でもこれは自分ではやってない。あ、やってない、はい、その時はまだまだできなかった、うん、で、ここまでがヤヌークのデニム、はい、あーちゃんは2本他のブランドのデニムを持ってる。
これマッキーが紹介してたよね。うん、マッキーもね、同じの持ってた。しかもこの色だったもんね。本当たまたま、たまたま全然持ってるの知らなかった、私。これはあのサリバンのデニムでずっとこれを迷ってたんだけど、うん、お客様がめっすっごい可愛く入ってて、あそれを見て見てあの背中を押してもらいました。なるほど。買おうってなって買った、うんうん。まあ、ヤヌークにはないデザインよね、うん。まあ、やっぱりお客さんが履いてるのとか見て欲しくなるっていうのはあるあるじゃない、うん、あるある。試着とかね、されてるのを見て、あ、可愛いなみたいな。なんか毎回背中を押されてる。迷ってる。いただいてる。やっぱり買おうみたいな。買おうってなる。これがビューティフルピープルのデニムで、これもすごい気に入って履いてるね。この間履いてたよね。ただあのベルトないと履けなくて、これあ、大きい、ちょっと大きくて、うんうん、形すごい気に入ってるけどサイズ選び失敗したなっていう。あ、気に入ってるから履くけど最初に買った時に気持ち大きいぐらいだった。うん、なるほど。で、まあでも一回ぐらいであんまり考えてなく買って、うんうんうん、ちょっと後悔みたいなのがこれ。だからどれぐらい馴染みが出るかっていうのがちょっとあんまりわからなくて、あんまり。そう、でもだからこそ普段接客してる時に、うん、履きなじみのこととか、うんうんうん、サイズ感のことを後悔してほしくないからお客さんも絶対に、まあね、うん、だからすごいどういう生活スタイルとか、うんうん、どの頻度で履くとか、うん、あとは同じぴったりでも緩いのが好きな方と締まってるのに慣れてる方とで、うん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 、その感じ方も違うから、うん、結構細かく聞いて後悔しないデニム選びをお手伝いしたいなと。だから原点じゃないけど気持ちを戻してくれるのがこれ、うんうん。なるほど。あーちゃんにもとにかく聞いてもらえれば、ぜひ聞いてもらえると嬉しいです、うん、はい、ということで以上があーちゃんのマイデニムコレクションになりますが、改めて全部見てみてどうやった？気づいたら増えてたみたいに最初言ってたけど、うんうん、よくよく考えたらプライベートで履く頻度少なそうだなって思うものも、うん、でもこの生地感は今までなかったから、うんうん、履いてみないとわからないっていうのとかは買ってるかもしれない。買う時にやっぱ接客のねことも考えて選んでる、うん、選んでる、うんうんうん、ます。選び方他に何かあったりする？自分が買う時の、そう、自分が買う時の選び方は遠くから見た印象を教えてもらって、うんうん、こっちがいいとかあっちのサイズがいいとか、自分の目線だけじゃなくて、うん、周りの目線も結構気をつけて選んでる。下半身デニムだけを見るんじゃなくて遠目で見ることによってその頭からもつま先までのバランスを大事にしてるっていう感じないね、うんうん、そうだね、それです。うまくまとめてくれて、まとめてくれてありがとうございます。あーちゃんのマイデニムコレクションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひね、あのサイズ選びとかで迷われてる方は横浜店のあーちゃんを訪ねていただければ、はい、お待ちしてます。ではこの動画がいいと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。バイバーイ。緊張してるな。